で、骨盤立てるポイントは、別に長座で膝を伸ばさなくてもいいんです。膝を曲げてれば、いけるかな？膝を曲げてれば骨盤って起きるんですね。これを前に伸ばしていくと、股関節硬い人はこうなるんです。なりますね。こうなってるってことは、首が前に出てるんです。あ、そうです、そうです。ことはですね、この姿勢ね、私このまま持っていきますね。もうなんか、どうせ友達になりたくなくないですか、これ。しかもですね、これ見てください。鎖骨がですね、前にポコーンって出てるんです。首が前に出てる。そうです。で、ここら辺がカチカチになっちゃうんですよ。で、カチカチになると、リンパの最終目的地って、ここなんです。最終駅がここ、終着駅。だからここが封鎖されてるんです、今。レインボーブリッジは封鎖されてるっていう感じです。で、封鎖されてるので、あ、世代があってよかったです。で、封鎖されてるので、これをね、封鎖をやめたいです。やめるためには、こう、背骨の上に頭蓋骨を持っていくと、ちょっと収まります。で、柔らかくなる。そしたら、リンパっていうのは全部巡っていくんですけど、いくら別の部位を、いろんな部分を整体でね、よくしたとしても、ここが封鎖されてたら、また戻るんです。だから、むくむんです、体って。あ、ここなんだ。なので、膝曲げていいんですね、長座の時って。で、あとは、どうやって調整するかって言ったら、膝曲げていいし、股も開いていいんです。そうすると股関節って、めっちゃ動きやすくなるんです、これが。でも、閉じて、伸ばすと制限されるんですね。全然動かないんです。だから制限できる自由な位置まで股関節ちゃんをこう、パーンってね、持ってったけど、動くんじゃねえって感じです。ってことはですよ、ピアノを弾くときに、椅子に座りますよね。これまあ、低いやつですけども、普段こう、下ですね。これ下。で、ちょっと、座るときに開いてあげればいいんです。なるほど。生徒さんかなんかで教えてるんですかね。はい、そうです。子供たちにも教えて。子供たちに教えて、さあ、ちょっと見ないですよ、あんまり先生のお股を。ちょっと開いてあげると骨盤でこう来て、こう鎖骨かリンパもシャーって流れて、首が楽です。まず肩が凝りません。で、肩こりの人って、ここ周りで何とかしようとしても、でも問題解決しないんですね。ここなんです、問題は。へぇ起こしやすくするために、ただ股を開くだけなんです。開けばいいです。そしたら、硬いも何もないので、で、なんで硬いかって言ったら、